はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は小林美智さんという方が書かれました1枚のアンケート用紙で新規顧客が100回顧客に変わると、こういった本ですね。で、帯には対面営業の最強ツール誕生というようなことで、まあ、前半ですね、このツールについて解説があって大変わかりやすくてですね、使いやすそうだなと思ったんですけど、私自身はですね、後半部分の、カウンセリング営業前の1分間の儀式というようなね、そういった、ページに書かれていることが大変参考になりました。イメージングのことですね。で、私自身もこういったことを常に行っているんですけども、本当に効果的であるなということを思っているんですけども、まとめてそのようなことが書いてあるので大変参考にさせていただいております。特にこの、3つのイメージングの、書かれている順番ですね、これについても大変共感をいたしました。参考にさせていただいております。